高藤直寿選手。東京オリンピック柔道男子60キロ級で、2回目の五輪で金メダルを獲得しました。ついに、頂点にたどり着いたのです。銅メダルで悔し涙を流した前回大会から、安定感と、したたかさに、我慢を加えた柔道で、5年間かけてついに悲願を達成しました。高藤選手は、小学校1年生で柔道を始めました。幼い頃は有り余るエネルギーを発散するためという理由からで近所の道場に通い始めたそうです。小学校3年生からは66kg 級世界チャンピオンの海老沼正志選手も在籍していた野木町柔道クラブにも所属。小学5年生の時には全国小学生学年別柔道大会 40kg 級の初代チャンピオンに輝きました。その翌年には 15kg 級チャンピオンとなり2連覇を達成しました。勝った後、両手を腰に当て仁王立ちになり、どうだと言わんばかりの勝ち気な表情が印象的でした。相手の内股、セフトを菊刀で返して一本を取る、後の先の柔道が得意だった高藤選手。小学生の頃からその技術の高さには目を見張るものがあったのです。東海大相模中学に進学した高藤選手の快進撃はとどまることなく、中学3年時には全国中学校柔道大会で優勝。東海大相模高校1年時には16歳以下の世界一を決める大会に出場をして優勝を果たす。そして2年3年の時にはインターハイで 60kg 級に連覇。2年時には2位で終わった全日本ジュニアも3年時には優勝を果たした。小学生、中学生、高校生で日本チャンピオンに輝いたのです。大学には東海大学に進学をし、ここでもグランドスラムを1年の頃から東京大会、モスクワ大会を制覇した。日本に高藤ありと国内外にその名を知らしめた。国内大会よりも国際大会で力を発揮することができたのだ。スピードと腕力があるのに加えて、技も切れて多彩である。そんな特徴を高藤選手は国際大会で生かした。高藤選手の柔道スタイルを言葉で表すとしたら、異能の技師と言えます。異能とは、他人にはない才能のことであります。なぜ高藤選手が異能なのかというと、独自の技を編み出して、その技を実践レベルまで磨いてきたことにある。独自の技とは、肩車や矢倉等と大腰をミックスしたような、いわゆる、高藤スペシャルや肩入りから潜って担ぐ肩車、相手の胴を抱えて投げる変則の大腰など。高藤選手は優れた独創性を持っているのです。高藤選手の自宅リビングには、これまでの大会で獲得してきた多くのメダルが飾られています。なんで金色じゃないの？その数々のメダルを前に、高藤選手の6歳の長男からかけられた言葉がずっと心に引っかかったままでした。去年、運動会で活躍して金メダルを手にした長男が、前回のリオデジャネイロ大会の銅メダルの色を不思議がって何気なく発した言葉でした。この時高藤選手は、オリンピックの借りはオリンピックで返す、という思いをさらに強くしました。これまで何度もメダルを獲得しながらも金に届かなかったのは、安定感、したたかさ、我慢強さが課題としてあった。リオの時よりも安定感は格段に上がった、と自身が話すように。高藤選手は、大会前、この5年間で最も成長した部分を自ら挙げました。気負いすぎて銅メダルとなった反省をもとに稽古やトレーニングで徹底して追い込むことで、試合中の苦しい局面でも平常心でいられるメンタルを鍛えてきたといいます。今回のオリンピックは、4試合うち1本勝ちはわずか1試合。得意の足技のキレも十分ではなく、好調と言えるような試合内容ではありませんでした。それでも高藤選手は、負けない柔道を展開した。ジョージアの選手と対戦した準々決勝は無理には勝負に行かず審判から相手への指導を引き出す作戦で、相手の反則負けで勝ち上がりました。井上康生監督は、高藤にしかできない柔道を見せてくれた。したたかな試合運びはさすがだったと絶賛しました。そして、準決勝は延長を含めて11分を超える死闘とも言える試合でした。技を掛け合った後審判の、待ての声がかかると、互いに膝に手をついて何とか息を整えて再び組み合う激しい消耗戦となりました。リオの時とは違う粘り強さを見せた。この5年間の稽古の積み重ねが現れていた。
最後に技ありを奪って勝ち切ったのです。決勝も3つの指導を受けた相手の反則負けによる勝ち。派手さはありませんでしたが、これが僕の柔道と大きく胸を張りました。全4試合中3試合が延長戦となる激戦で、執念で五輪王者の称号を手にした。高藤選手は金メダル獲得が決まった瞬間に右拳を高々と突き上げて喜びを表現した。日本勢の60球では実に4大会ぶりの頂点となったのが、最後は柔道家らしく畳に正座して深々と一礼。全てのことに感謝の気持ちを込めた。ここに高藤選手の進化が現れていたのです。この5年間で身につけた安定感としたたかさ、それに我慢強さ、簡単で当たり前のようなことではあるのだが、それを体現することは難しいことです。自分と向き合い、苦難を乗り越えた先に日本の金メダル第1号をつかんだのです。ご視聴ありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。